ありがとう。ハロステ、今回のお相手はビヨーンズ地下鉄の江口さやと、ビヨーンズ雨の森川海の清野桃姫の2人でお送りします。ハロープロジェクトの最新情報をご覧のあなたと一緒に見ていこうという番組です。最後までお付き合いお願いします。お願いします。はい、私たち2人はハロステに MC として登場するのは初めてなので、はい、ここで恒例の自己紹介をしていきたいなと思います。はい、どうぞ。兵庫県出身16歳の江口さやです。得意な UFO キャッチャーの台は3本足のアームです。はい、東京都出身14歳の清野桃姫です。好きなヒューマンビートボックスのフレーズはいきます。です。おー、すごい。はい、もうね、本当に清野桃姫ちゃんはすごく器用で多彩なんですよ。ヒューマンビートボックスもすっごい上手ですし、あと舞台なんかでやったこうジャグリングなんかもパッとできちゃう。すごい器用で羨ましいです。江口さやちゃんはすごい面白いんですけど、なんだろうな、日頃のリハーサルの空き時間とかもこうガニ股で突然走ってきたりだとかあと耳元でなんだろう、 ASMR っていう、 こう音を配信する動画っていう種類もあるんですけど、うん、それを耳元でやってきたりとかもうとにかくすごく面白い江口さやちゃんです。はい、はい、今回はこんな2人でお送りしていきます。さて、最近の私たちですが、はい、最近はですね、私はメイクの色味を変えました。イエーイ。気づきましたかね。気づいた、うん、ちょっとだけ気づきました。ちょっとだけ気づいてくれてたんで。ちょっと深い色になった。あ、そう、なんか今までは結構なんか鮮やかなピンクとかオレンジ系が多かったんですけど、秋になる、夏から秋になる季節の変わり目の時にちょっとね、赤茶色みたいなブラウン系に結構ハマるようになって、メイクのリップだったりアイシャドウだったりの色を変えました。すごい可愛いんです。本当ですか。メイクもいつもなんかすごい上手くて、こうビヨーンズのお手本となるような、嬉しい、とても上手いですメイクは。はい、清野桃姫ちゃんはどうですか最近。はい、私はそうですね、最近水にすごくハマっていて、2リットルのペットボトルの大きい水をこう抱えて道を歩いたりとかリハーサルに向かったりするんですけど、はい、こうすることによってこう重いじゃないですか、うん、なのでこう軽くするために飲もうと思ってたくさん飲めるので、すごい2リットルの水を抱えるのはすごいいいことかなって。すごいですね。はい、思います。その舞台のお稽古中でも、はい、パッと後ろ見たらその桃姫ちゃんがこうやって2リットルの水を抱えてお水を飲んで、そうですね、もうびっくりしちゃって、まさかそんなね、はい、ことを考えて街中をこう、はい、2リットル抱えて歩いてると思ってませんでしたが、なんかいいね、健康的なんか。そうですね、うん、結構なんだろう、汗とかもこういい感じにかくようになったりとか。そうなんだ。はい、水は素敵です。じゃあちょっと私もやってみようかなと思います。はい、ぜひやってください。もうちょっと私たちの紹介になるようなお話をしたいんですけど、はい、清野桃姫ちゃんがハロープロジェクトのメンバーで自分が一番って思っていることがあるみたいなんですけど、それは何ですか。はい、こう一番ってこう自分で胸を張って言うのもあれなんですけれども、うん、ヒューマンビートボックスです。うん、こう私は特技でヒューマンビートボックスをやらせていただいてるんですけど、ね、他にハロープロジェクトのメンバーだと、こぼしファクトリーの井上玲さんがこうヒューマンビートボックスをやっていて、私も結構曲中だったりとか MC でもやらせていただいたりするんですけど、うん、こう井上さんとぜひ共演したいなと思っています。めっちゃ気になる、聞きたいですね。やりたいです、すごく。やってほしい、すごい、めっちゃやりたい。ね、私はですね最近お勉強したいことがあるんですけど、すごい、この口でヒューマンビートボックスをするのはちょっと諦めて、はい、こう叩くドラムを勉強したいと最近思っているんですけど、すごいですね、ドラムをやると、なんだろう、普段パフォーマンスする時のリズム感もなんか鍛えられそうだなと思って、前々から結構ドラムには興味があって、こう動画を見てお勉強したり、なんか
スティックがあるとなんか机をこうすごいやっちゃったりするんですけど、そのドラム持ってたりするんですか？そのドラムはまだね持ってないんですけど、あ、そうなんだ。今ね検討中。お、すごい。それもじゃあできるようになったらセッションしたい。あ、やりたい。したい。それをね今お勉強したいと思ってます。それではここで突然ですが問題です。突然。私江口さやがライブやコンサートでパフォーマンスをする際に、はい、特に意識していることがあるんですけど、それはどんなことでしょうか、というところなんですけど。なんだろうな。何なんだろう。じゃあここで特別にヒントを。ヒント、ありがとうございます。そうですね、ヒントは見ているお客さんに楽しんでいただくために。いいじゃないですか。難しいな。わかるかな。難しいな、なんだろうな。正解は VTR の後で。Yeah.
楽しんでますか？続きも一緒に見ようね。それでは問題のおさらいです。私、江口紗友がライブやコンサートでパフォーマンスを披露するときに特に意識していることはどんなことでしょうということなんですけど、はい、答えは書けましたか？はい、書けました。じゃあ、桃姫ちゃんの回答をどうぞ。いきますよ、せーの、はい、ドゥン。たくさんニカニカする。おあこれは、うん、紗友ちゃんは本当にずっとニコニコしてるんですよ。MC 中もコンサートの曲中もこうずっと笑っていてアイコンタクトとか、曲中の本当にこうちょっとした合間にこう撮れたりするんですけど、うん、その瞬間もすっごくもう元気をもらえるというか、嬉しいな。すごい絶対笑顔なんだなと思ったので書きました。はい、はい、なるほど。それでは正解を発表したいと思います。はい、はい、正解は自分が楽しむでした。あ、近くない？近い、ちょっと近いです。うん、すごい。そう、これはやっぱりこう、なんだろうな、楽しくなさそうにパフォーマンスすると、うん、見ているお客さんも、うん、こうなんだろう、楽しい気持ちにはなれないかなと思うので、うん、そう、自分がこう一番に楽しむと周りの方もこう笑顔になれるかなと思って、はい、そこを意識しているんですけど、はい、近かったですね。近い、そう、近い、やった、すごいですね。でも嬉しい、たくさんなんか笑顔って褒めてもらえたので、これからも頑張って意識したいと思います。はい、さあ、あとパフォーマンスではないんですけど、はい、握手会などで楽しい空間を作るために頑張っていることもあって、それはですね、テンションをめっちゃ上げるっていうのなんですけど、テンションうん、こうなかなかこう近くでお話しする機会ってないじゃないですか。そうなんですね。なのですごくテンションが上がっちゃうんですよね。上げるというよりかは上がってしまうんですけど。なるほど。すっごいこう大きな声になっちゃうんですけど。わかる、私も一緒。そう、一緒。こう個別の握手会とかで来てくださった方に、うん、絶対言われるのはブースの外まですっごい声が聞こえるよって言われるんだ。同じみたいです。一緒です、はい、そうね、こうテンション上がるよね、すごい。上がっちゃう。だからね、いいことだ。こう楽しくみんなでお話しできる空間をね、はい、頑張って作っています。楽しいのが一番。はい、ハロステ、この後もまだまだ続きます。上村はすみです。2008年2月25日の魚座です。大阪府出身です。不明です。134cmです。はっすーやはーちゃん、はすみなど呼ばれています。目立ちたがり屋だと言われています。マラソンと牛乳を一気飲みすることです。家庭科です。理由は料理も裁縫も好きだからです。パーマいらずのなみなみのくせ毛です。変顔をすることです。チャーハンとサーモンです。サーモンはお寿司屋さんに行くとサーモン、トロサーモン、炙りチーズサーモンを絶対食べるからです。チャーハンはお父さんがいつも作ってくれて美味しいからです。オレンジです。猫です。近所の猫が逃げずに触らせてくれるから好きです。行きたいところは月へ行ってみたくて、やりたいことはシンデレラ城みたいな家を建ててみたいです。牛乳です。いつも牛乳を飲んでいて、無人島でも飲んでみたいからです。モーニング娘。のオーディションを受けたのがきっかけです。モーニング娘。のマジでスカスカという曲です。理由は小さい頃からずっと好きで、頭の中でとても流れているからです。モーニング娘。ワンナインの石田あゆみさんです。理由はダンスがとても上手くて、やることがすべて面白いからです。好奇心が多いことや牛乳がとても好きなことです。
パフォーマンスも喋りも目立てるように頑張りたいです。小さいけど目立てるように頑張りたいです。パフォーマンスも喋りも目立てるように頑張るので、これからもよろしくお願いします。元気に頑張っていこう。続いてはハロステチャレンジ。今回私たちが挑戦するのはジェスチャークイズです。おお、これは初めてですね。すごい、初めての企画。初めてやる、はい、はい。ということで、出題者がハロープロジェクトのあるメンバーの、あの動きとか表情を身振り手振りでこう出題して、それを当てるっていうゲームです。難しい。これは絶対に難しいですね。絶対難しい。なんかこう細かいところまで、ね、そうですよね、よく見てないとなかなかわからないんじゃないかなと思います。難しい、絶対。はい、ご覧いただいているあなたも私たちと一緒に考えてみてください。はい、ということで、どっちが先にやる、どうしようか。じゃんけん、やっぱりじゃんけんですかね。じゃんけんですかね。え、何？独特。いくよ。せーの、最初グッチグッパイ、アイコでしょ。せーの、アイコでしょ。勝ちました。負けたよ。ということで、私、江口さやが先にジェスチャークイズを出したいと思います。それでは、江口さやちゃんの出題です。はい、3、2、1、スタート。おおですね、ステップですね。ステップか。はい、ちょっともう一回だけやってもらってもいいですか。いきますね、じゃあ。ヒントは？あのね、これはこの方のこれを見つけたのは、私がハロプロ研修生だった頃に発表会で見つけました。これヒントだと思う、結構。ヒント、うん、ヒントじゃないか。わかんない。はい、わかんない。その時にやってたってことですか。あ、そうそうそう。コンサートとかで。あ、そうね、そこで発見したみたいな感じ。ちょっともう一回だけ。もう一回お願いします。3回目。いきます。せーの。あ、わかった。はい、あの、こぶしファクトリーさんのサンバこぶしジャネイロの浜浦彩乃さん。残念。違う。はい、じゃあ答えをね、言いたいと思います。はい、これは椿ファクトリーさんの秋山真央さんのお真似です。これはですね、ハロプロ研修生だった頃にこう発表会でこう一緒に出演させていただいたじゃないですか。はい、その時に発見したんですけど、こういう振りって結構なんか足元の、あのこういう振りってよくあると思うんですけど、こうなんだろう、跳ね上がりがすごいんですよ。こうなる。結構高い位置まで跳ね上がってて、なんかすごく元気で可愛いなと思ったので、すごい。他の曲で注目してみても、やっぱりこうたくさん上がってるので、これにしてみました。すごい。難しかったかな。難しかった。それでは、清野桃姫ちゃんの出題です。3、2、1、スタート。以上です。だって見たことあるよ。でしょ。そうなんですよ。ちょっと待ってね。絶対わかる。椿ファクトリーさんの岸本ゆめのさん。正解。すごい、当てました。当たった。どこだかわかる。なんだっけね、就活先生でしょ。そうそう、めっちゃ正解。なんなん、そう。最後の体育のところがあるんですよ、岸本さんは。エビバリかも。そうの、あら、まあ、あのこう多分フリーでやられてるんですけど、うん、岸本さんって結構こう、なんだろう、お客さんに対してこうこうやってこう、うん、熱く歌ってるイメージがあるんですけど、もうここが好きなんです、私は。わかる。わかる。なんなんなーってやってて、かっこいいと思って、ちょっと会しました。同じ椿ファクトリーさんなんですけど、ね、用意したのが一緒だったので、椿ファクトリーさん
ハロステチャレンジ、今回はジェスチャークイズに挑戦でした。私は E233 系の中央線が好き。あなたはどんなものが好き？ハロステ、そろそろお別れのお時間となりました。ハロープロジェクトのメンバーがどんどん登場してくるチャンネルです。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後にお知らせをお願いします。はい。現在、拳ファクトリーさんとビヨーンズが主演を務めさせていただいている演劇女子部リボーン13人の魂は神様の夢を見るが上演中です。とても楽しく面白い舞台なので、ぜひ見に来ていただけると嬉しいです。そして私たちビヨーンズの初めてのアルバムビヨーンズファーストが11月27日に発売されます。はい、はい、このアルバムはとってもビヨーンズの個性がぎっしりと詰まったアルバムになっています。ぜひお手に取っていただけたら嬉しいです。はい、そしてこのアルバムの発売を記念したライブビヨーンズファーストという、あのビヨーンズの初単独ライブを開催します。あのぜひお近くの会場に足を運んでいただけたら嬉しいです。そして
スペシャルライブということでですね、サンリオピューロランドさんでサンリオピューロランドスペシャルというねライブを行います、はい、こちらもぜひ来ていただけると嬉しいです。お願いします。ということで今回のお相手はビヨーンズ地下鉄の江口さやとビヨーンズ雨の森川海の清野桃姫でした。さようなら。もっとハロプロを楽しもう。 YouTube をご覧の皆さんこんにちは。モーニング娘。ワンナインの福村瑞希とアンジュルムの竹内あかりです。皆さん、ハロープロジェクトのオフィシャルファンクラブはご存知ですか？オフィシャルファンクラブに入会すると嬉しい特典がたくさん。例えばコンサートに行きたいとき、ファンクラブ会員ならいち早くチケットの予約ができます。さらに開放や限定ウェブサイトなどファンクラブ会員だけが見られるオリジナルコンテンツが盛りだくさん。さらにさらに会員の方だけが参加できるファンクラブ限定イベントや旅行、オリジナルグッズ通販など嬉しい特典がいっぱい。入会時にはオリジナルグッズと会員証のプレゼントも。まだまだここでは紹介しきれないハロープロジェクトのオフィシャルファンクラブ、興味があるけどよくわからない、手続きが難しそう、そんなあなたへ、ここからは会員種別と入会方法をご案内します。会員の種類は一般会員、ジュニア会員、スペシャル会員の3種類。一般会員は年齢制限がないのでどなたでも入会ができます。チケット先行受付や開放誌、番組観覧のご案内など様々な特典をお楽しみください。ジュニア会員は小学校6年生以下のファンの皆様が入会できて会費がとてもお得です。スペシャル会員は共通特典に加えてオリジナルグッズと交換可能なポイントが貯まるハロープロジェクトカードをご利用いただけます。ポイントを貯めてスペシャルな特典と交換してね。さらにスペシャル会員として継続していただくとオリジナル継続特典をプレゼント。年に4回メンバーからのメッセージが入ったシーズングリーティングカードも届きます。入会方法も簡単。まずはハロプロ入会で検索。ハロープロジェクトオフィシャルファンクラブサイトの入会方法のページからお支払い方法を選んで新規入会に進んでください。ハロープロジェクトオフィシャルショップでも受け付けています。スペシャル会員はハロプロカードで検索。三井住友カードのオフィシャルホームページからハロープロジェクトカードまたはハロープロジェクトゴールドカードにお申し込みいただけます。ハロープロジェクトオフィシャルファンクラブに入会してもっとハロプロを楽しもう。